明けましておめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ2021年ですね、はい、令和3年、はい、3年です。3年、はい、いや令和にはいろいろありましたよね。ありましたね。コロナで始まって、コロナで終わって、またコロナで始まるみたいなね、はい、本当にどうですか、皆さん、お正月は。はい、正月はですね、ゴロゴロしてます。ステイホーム。あれ？ステイ？え？ホーム？ステイホーム。うん、うん、いいのかな。はい。私もあの毎年お正月は家で静かにしてる、うん。まあそもそも家にあんまり正月は出歩かない方のタイプなんで、意外と仕事したりします。あんまりアクティブじゃない。アクティブ、あんまアクティブじゃないんですよ、僕。はい。はい、というわけでね、ちょっと去年の振り返りと今年の抱負をいかがしようかなと思うんですが、まず今年の、うん、去年の振り返りから、はいはい、実は知ってます、53動画を公開したんです。頑張りましたよ、53。まあ50よくできましたよね。だけどね、もともと何月ぐらい、 3月4月ぐらい、うん、終わりですね、緊急事態宣言の頃、そうかな、それぐらいか、うん、そう、何かこう動画で経営者の方に何か情報発信できたらいいねって話をしている、そこから始まったんですよね。そうなんです、そうなんです。で50か、ああ、なんか頑張りましたね、頑張りましたよ、うん、はい、一番再生されたのが吉田さんの動画です。じゃん、あの持続化給付金、あ、はい、ね、1900のいくつ、2000も届かなかったみたいな、ね、頑張りましょう、頑張りましょう、はいはいはい、告知しよう、告知、告知2000。でちなみに頑張れ経営者チャンネルの登録者数は117人です。117万人、117万人、何人、117人なん、そんなわけはないですね。地道にしか増えないねみたいなね、なかなか難しいですよね。だけどまあちょっとずつ、うん、はい、来年、今年、来年、再来年、はい、続くかどうかわからないんですけど、うん、まあ、今年の目標はどういう風にしましょうかね。今年は100動画ね、まあ、あ、100動画上げれるといいですね。100動画上げられるといいじゃない、うん、まあ、そのためには出たいっていう方ね、出演したいっていう方いたら、ぜひあの2人どっちかに連絡をいただければ、はい、あのこれ、1回出るとですね、まあ、皆さんから10万円ぐらいいただくんですよ。あ、そうだよ。大丈夫、冗談冗談、はい、あの別にね、そういうものみんなこう、私たちも他の出演者の人もみんなボランティアで全部やってるので、はい、まあ、ちょっとでも何かこう経営者の方にね情報提供できたらなと、まあ、コロナでね、なかなか今年もまだまだきついでしょうから、ね、なんかこう何かこうか、ね、元気づけられないかな、何か情報提供できないかなと思って始めてるので、まあ、その趣旨で今年も100動画いこうかな。これこうやって10みたいですね。10×10でしょ。まあ、それでちょっとやれたらなと思ってますね。はい、あとなんか皆さんからこんな話してほしいとかリクエストもらったら嬉しくないですか。あ、そうですね。うん。うんうん、ちょっとそれもいいな、まあ。ぜひ皆さんリクエストをいただけたら嬉しいんだけどな。まあ、こっちが楽かなみたいな。ネタ考えなくて済むから。いや、本当今年もまた、なんかこう頑張りたいですね。そうですね、うん、本当になんかコロナだからできないじゃなくて、コロナだからこれやれるじゃんっていう、はい、そういうねマインドでいきたいですね、明るく、はい、あの国の方も中小企業施策いろいろこうやってるんで、またこの動画通してね皆さんにも僕はお伝えしたいなと思います、はい、私はねホームページのこととかね、どうやってネット使ったらいいかとか、そうですね、そういうのもね、はい、あとは皆さんが持ってるなんかノウハウとかをね、ここでちょっとお話ししてくれたら嬉しいなと思います。はい、はい、というわけで、はい、令和3年も頑張れし経営者チャンネル、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、頑張れ。